はいどうもこんにちはジェット大輔です。夏といえば何ですかセミの季節ですよ。セミ。まあ、私ですね、セミの羽化を取るというね、作品を作っております。まあ、毎年この時期はね、いろんなところに取りに行ってね、大変なんですよ。本来は大変なはずなんですけどもね。今年ないね。まだ梅雨だからね。まあ、夏ということでね、まあ、毎年いろんな照明を試すんですよ。え夏の夜、セミの羽化。 真っ暗の中で行われるそういった神秘の瞬間なんですけどもね。いろんな照明を試します。で、今回ですね、また今年の夏新しいことをやろうと思って導入しました。じゃん。えー、山岳写真やっておられます山車さんという方がいらっしゃいますが、えー、その山車さんのブログ YouTube で紹介されておりました。 こちらのライトですね。えー、岩田テクノロジーというところがね、製造しております。岩田日本っぽいですよね。日本っぽいんですけども、中国っぽいんだよなメイドインチャイナだね。メイドインチャイナって書いてあるね。輸入元がアルティザンアーティスト。 えー、僕もね、欲しいカメラストラップなんかがね、結構あります。えー、ライカに向いた、えー、かっこいいカメラストラップなんかをね、たくさん扱ってらっしゃいます。アルティザンアーティストさんがね、えー、このライトを輸入元となっております。Amazon の方なんか見るとね、えー、結構こちらの会社以外にも扱ってるところがあるので、ちょっとね、それが、あのー、 いいのかかかどうか私には分かりません、えー、日本語があやふやだったりとか、ね、ページに書いてある日本語があやふやだったりとかしたものでちょっとそういうところで買うのはやっぱり心もとない不安が少しありますんで、えー、23,000円高くなるんですけどこちらのアルティザンアーティストさんで扱ってるものを僕は購入しました。で えー、三つ購入しております。三つ。基本二頭で考えてます。二頭で、えー、セミをね、こう照らして撮影しようかな、ということなんですが、セミがまだ出てきておりませんのでね、えー、今回のレビューは他のものを、えー、ちょっと照らして、 えー、写真を撮ってみましたが、こちらが現物になります。えー、三つ買いましたんで三つありますね。二等でって言ってんのになんで三つなのかって、まあ、一個は予備ですよ。まあ、必ずこういう時機材はね、えー、特に照明はね、風に煽られて、えー、倒れたりします。滋賀県ね、結構風が強い。琵琶湖から風が吹く、山から風が吹く。<laughs> 特に山からの風。ブワー バターンっていくんですよこの悲しいかなライトスタンドが倒れた時のねああっていうアンブレラが <laughs> とかねはいまあこれだったら風にあおられにくいよねこのサイズ感だったらねこういった、えー、運搬用のポーチがついております巾着袋がついております、えー、それからですねこれどうなってるかっていうとねよいしょディフューザーなんですねディフューザーーザのプレートと、えー、こういうい ンのゴムバンド、昔よくねここここになんかつけてたよね <laughs> シリコンゴムバンドでここになんかねリストバンドみたいなの流行った時期があったけどもねそれよりもちょい薄いかなええあのこういう四角い消しゴム状の四角い状態でねえこれをこキューッとキューッといたすわけですけどもねこういう風に浮きます ね。本体のライトからちょっと浮いた状態でディフューザーを設置できると。どうですかなんか似てないですかこの <laughs>、このサイズ感なんか似てないですか ?iPhone ですね。スマホですね。えー、この角張ったデザインといい。持った感じすっごいしっくりくるんだこ、これ。ここ、LED ライトでございますね。こういう風に並んでおりますね。えー、裏面をご覧ください。 液晶窓がございます。これ電源ですね。電源をこれ長押ししますと起動します。ね。起動しましたけど、ライトはついてない。なんでじゃ。これがよくできてるなぁと思った。ライトっていうのは、ね、ポチッと押すといきなりビャーって照射してメガーってなることあるじゃないですか。え、ライトを照射する 機能があるデバイスという見方をした方がいいですね。これはね。ポチッとやるとライトがバーではなくて、だって照明用だもの。写真の照明用だから、そんな懐中電灯みたいな付き方しなくていいんですよ。写真の照明をする時のデバイスなんだという考え方をすればね、この液晶窓、ね、ここが点灯します。えー、こうやって起動するものなんだなと思えばいいわけですね。えー、パラメーターをね、 こうやって、ここの上のボタン、今100%になりましたかね。これは、どん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 パラメータを下げていきますね。えー5、5%から100%まで光量を変えることができます。そしてもう一つ、ここにボタンがありまして、ポッと、パラメータ変わりますね。これ、色温度です。色温度の方もですね、えこちらのプラスマイナスのボタンで、 変えることができます、えー、どれぐらいの範囲かというと3 0 0 0ケルビン3000から、えー、確か5500までだったかな。うん、5500まで色温度を変えることができます。でもう一つ説明させてください。この電源ボタンの下に USB 端子で充電することができます。残念ながら中心ではないんだけど、ね真ん中ではないんだけど、ちょっと 橋に寄ったえー、これディフューザーをねディフューザーをかました時に三脚の穴避けたところにあるということですねはいじゃあいきますかあもう一つ説明しときましょうかあのー、これちょっとちゃんと見てくださいこれ今16分ってなってますね 100%の明るさで16分照射、照射できるということなんですが、ちょっと下げていきましょう。はい。残り時間変わりますよね。ね。5%だとものすごい時間照射できますね。はい。ということで、残りのバッテリー容量、ね。残りどれだけ充電してあるかによって、残りの、えー、照射時間。 これをね、計算して出してくれるわけです。素晴らしいですね。素晴らしい機能だと思います。それでは、電源ボタン。もう一回起動した状態で電源ボタンをもう一回ポチッと押すと、はい。光りました。で、これディフューザーをね、かましてみましょう。はい。いや、いいじゃないですか。じゃあ、 徐々に上げていきますね。どん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 。まあ、このカメラっていうのはね、自動露出のカメラだからね。あんまりここ、ここで向けて、こうやってもあんま意味ないから、こう、こうしとこうか。ね。これで下げていきます。はい、光量小さくなりましたね。これが5%です。じゃあまた上げていきます。はい、100%。 ですねね、えー、これ結構ね大,大容量じゃない大大光量だなと思いますまあこういう自動露出のカメラで撮ってると全然わかんないだろうけどもねあと色温度今5 5 0 0 k ンですね、えー、フラッシュなんかと同等ではないかなと思いますけどもこれ、えー、色温度をどんどん変えていきたいと思います変わってきますよ見てて オートホワイトバランスだからな <laughs>。オートホワイトバランスだから分かりにくいよね <laughs>。これ、これぐらいにしとけば分かりやすいかな。はい。えー、色温度を変えていきます。よ変わってるあれあれよいしょ。色温度を変えていきます。で上がってきた、上がってきた。あ、白くなった。はい。はい。また変えていきます。赤っぽくなってきた、赤っぽくなってきた。はい。 という感じですね。えー、色温度を変えながら、光量を変えながら、えー、いろんなものを演出していくわけですね。私今回セミがいないということで、えー、セミの写真は撮れておりませんが、ちょっと外で、えー、3台持ち歩いて、3台持ち歩いて、えー、ぶっ放してきました。<laughs> ということでご覧ください。 はい、どうも、こんにちは。ジェット大介です。僕今ね、外にいます。大津港のところにいるんですけどもね、えー、いつもは真っ暗な木をですね、今回、えー、モバイルライトを使ってね、 ライトアップしてしまおうと。いうことでね。今回購入しました。ライト。3灯を使ってですね。ここですね。これ。木をね、ライトアップしました。ライトアップによって、今ね、僕の顔が撮影できてるわけですけどもね。今使ってるカメラはオズモポケットです。だん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 だ離れていくと暗くなるわけですが。こちら木。木がですね、ちゃんと。 ライトアップされてるわけですね。オズモポケットでもね、ちゃんと撮影できてますね。じゃ、これね、写真撮影してみましょう。さて、今度はですね、浜辺にやってきて、えー、投稿しております。えー、桟橋がありましてね。 この三橋をね、照らしてるわけですね。もうしっかりライトアップされてますね。じゃあこれをね、カメラで撮ってみたいと思います。まあこれはね、宿命ですけどもね、すごい虫が寄ってきますねえ。虫を集めるためのね、投稿機としても使えるかなとは思いますけどもね。 うわ、これは、ちょっとやだな、これ <laughs>。これだけ大きな木がね、ライトアップできてしまうんですよね。いや、はい、や、驚きですね。まあ、3個寄せ集めたとはいえね、それでもね、後ろから照射して、これだけ浮かび上がるわけですからね、すごいですよね。ジーニアスライトがあるとき、ないとき、あるとき、ないとき、あるとき、 ない時いや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 ほんと素晴らしいはいこのようにね桟橋まであライトアップした結果が良かったかどうかはまあ分かりませんけどもね、えー、こんなこともできてしまうとああるる時時時時なないいこういったものをね、えー、片手はカメラもう片方の手はライトを持って。 で角度を変えながらカカカカ,カーと撮っていきましたけどもね、えー、ちょっとライトの位置を、角度を、ね、変えるだけでも表情が全然変わってきますよね。ライト一等のみなんですけども、えー、こうやってね、表情が変わっていくわけです。えー、光だけで表情が変わる。もう顔なんかで光をね、テストするとね、 どこから当てるかどの距離から当てるかとかだけでね全然表情が変わって見えますからね、えー、光の演出っていうのはねほんと大事なものですねちょっと分かりにくいかもしれませんけどもねアジサイの方を色温度変えながらだん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 色温度変えながら撮ったりなんかもしてみました、まあ、ちょっと分かりにくい作例になってしまったけどもね <laughs> はいご参考までという感じで。 このスマホのサイズ感ね <laughs> スマホのサイズ感ってなんか安心するんですよ不思議だけどこうやって手に持って使うことっていうのはほぼないかもしれないけどもねまあ僕なんかはねこうピュッと物撮りの要領でねヒュッと動かしながらライティングっていうのはねよくやるんで、えー、そういう時にね持ちやすいサイズっていうのはねやっぱいいですよねあとこのディフューザーつけたまんまで ね、このディフューザーつけたまんまで、どうにかね、入っちゃうの、このポーチに。<laughs> それまた嬉しいんですよ。なんでって、あのー、現場行くとさ、現場っていうかさ、そのフィ,フィールドに出るとですよ。やってらんないわけ、いちいちこう、なんかねじ込んだりとか、しつけたりとかって、そういうことできないのよ。沢が流れてたり、 風がビュービュー吹いてたり、なんなら崖だったり、そういうところを想定してみてくださいよ。あの、ひどい状況になればなるほどね、細かい作業なんてやってられません。えー、カバンの中で傷つかない程度に、お互いの機材ね、傷つかない程度にこうやってこういうもので保護されつつピュッと出せる。出したらもうディフューザーがひっついてて、すぐ使える状態になってる。 まあ、まあディフューザー外して使うってこともあるとは思うけどもさ <laughs> まあ,あの出した時にすでにディフューザーがねひっついてるっていうのこれはねすごくねありがたいなと思いましたね僕ねほんとねこういうつま,んつまんない作業でしょこうやってグーッとはめるっていうだけでもね今家で椅子に座ってるからねできるんだけど これ、外出てみなさいよ。そしてね、3台、3台全部やると思ってみてください。この後だって、ライトスタンドにもね、くりくりして立てなきゃいけないし、そのライトのポジションだって決めなきゃいけないし、光量だって決めなきゃいけないし、な、その後カメラの露出の設定でしょ。まあ、構図も決めなきゃいけないでしょ。いろいろあるんですよ。<laughs> そう考えるとね、少しでも利便性。 もう一つの手間でもね、省けるとね、1分2分変わってくるの。1分2分変わってくるってことはね、光が変わってくるしね、あと、動物なんか、やっぱりね、この瞬間っていうのがありますからね、まあ僕なんかセミの羽化を撮ってるにしたって、セミの羽化が1分2分変わるとね、状況がこう、コクコクと変わってきてしまうからね。1分の差でだって終わってるかもしれないもんね、それがね、シャッターチャンスがね。 うん、ということでねさすが山下さんよくこれを使ったなとまあ山で使ってるわけではないと思うんだけどもね物取りで使ってるんだろうとは思うけどもねうんいいなと特に最近ねライカとかよく使ってるからねライカでフラッシュ M 型ライカでフラッシュを使うってな,なんかの苦行かよみたいな <laughs> 使いにくさってあってさそ,それもねやっぱり。 LED を使うことでなんか回避できることもっと状況が良くなることっていうのはあるような、えー、期待はしていますけどもねはいということで、えー、今回3台使って、えー、キー丸ごと1本ライトアップしてしまったというねはい岩田テクノロジーのというかあれですね日本ではアルティザンアーティストが輸入してるからまあ信頼して カメラ用品として買ってみようかなという気になりましたね、これはね。はい。えー、ジーニアスライト GL01 だっけうんうん。GL01 でございました。